話題の女性の7つのルールを紹介する番組セブンルール見ました。今回の主人公はタレントのさえこさんで、なぜか2週にわたって14個のルールを紹介するんです。なんで今までみんな7つ以上のルールがある人も無理やり削って7にまとめてきたじゃないですか。ここに来て大盤振る舞いするなんてずるいじゃないですか。変なルール混ざってたら許さないっすよ。とはいえ最高そうやなと思いながら見たら案の定良くてね。どんなルールがあったかというと、ルール5、自動ドアの前ではハンドバッグを出す。なんなんすかそれ。自動ドアの前で一瞬立ち止まるのが嫌で、ドアの手前に来たらハンドバッグをポーンと前に出す。それルールじゃなくて癖とかそっちの部類じゃないですか。ルールの数を倍増させたことで一つ一つのルールの価値が下がって、ルールのインフレ起きてるんすよ。他にもあって、ルール12、飼い犬ララミのためにピースケを持ち歩く。だから何言うてるんすか。それどっちか言ったらララミのルールっすよ。いや今回も数合わせのためのダルールがたくさん入ってて最高やったんですよね。もう番組自体14ルールにして、毎回こういうのにしてほしいと思いましたね。